イン、ここにいただいていいですか？本の中にですか？私、このページの描写がとても好きなんです。ここに先生のサインをいただけたら、読むたびにすごく嬉しいと思って。ダメですか？いや、じゃあ。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。すごい、私とても嬉しいんです。先生の受賞が。私、1,2 年の必修フランス語が先生のクラスだったんです。もちろん覚えてますよ。1年以上前なのに、すごい。いえ、村山さんは目立ってましたし。そうですよね。私だけ結構年が上なので。そういうことではないです。授業中も授業終わりも質問をたくさんしていただいたので。はい、そうです。私、先生のクラスが特に好きでした。丁寧だし、フランス語の発音もとっても綺麗だし。いえ、あの、もし本当に時間があってよかったらなんですけど。はい。小説について先生にお話を伺ったりってできますか？ああ、はい。お時間大丈夫ですか？特に予定はないので。もしよかったら外でお茶とか。ああ、いや、こちらで伺います。お茶もあります。そんな、大丈夫です。いえいえ、そちらにどうぞ。村山さんは今年で4年生です。あっという間でした。卒業後の進路は？特に何も。専業主婦に戻ります。ああ、もうご結婚もされている？はい、娘もいます。それで大学に入られるのは大変だったでしょう。ええ、心理学をやるために入ったんですけど。どうぞ。蒸しますね。ありがとうございます。大学院まで行くのはとても無理なので、結局全部中途半端です。そうですか。